Over 95% of my viewers isn't my subscribers. If you like what I do, you like my work, and you like my videos, leave a like, subscribe, and write a comment down below. Thanks a lot, and hope you enjoy the video. でもこうしてみると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。天沢、ええ、うん、それって。ですが。なるほど。
ええ。八神さん、それって…察するに…はい。なんだって？あの、沢先生にご用ですか？ええ、職員会議ってもう終わってますよね？ついさっき終わったところです。ただ沢先生は途中で帰られたんですよ。もう1時間くらい前に。え？何でもご自宅のマンションから空き巣に入られたって急な電話がかかってきて。空き巣？それで八神さんがもし来たらそう伝言してくださいって沢先生から。そうですか。あの、沢先生の連絡先とか教えていただけないですか？いいえ、それはちょっと。あ、じゃあ私の電話からかけてみます。ちょっと待ってください。今はお取り込み中かも。
もう家に着いたってことですかね。そうですね、歩いて行ける距離ですから。沢先生の家がですか？じゃあ偉人町に？ええ、まあ細かくどことはお教えできないですけど。なるほど、プライベートなことですしね。わかりました、ありがとうございます。どうしたんです？また何か？あの、沢先生の住所って教えてもらえません？は？少し前、彼女の部屋に空き巣が入ったって連絡があったらしいんです。で、さっき別の先生に電話してもらったんですけど、繋がんなくて。それで八神さんがわざわざ様子を見に行くというわけですか？沢先生の自宅に。ここから歩いて行ける距離なんですよね。そうだったかもしれませんけど、若い女性の一人暮らしです。その住所をこっそり教えるというのはどうでしょう？俺らは探偵です。少し時間をかければ多分こっちでも調べられますよ。ただそれだと今後お互い気持ちよくないでしょう。明日ご本人から直接住所を聞くというわけにはいかないんですか？理事長も三越芝博の殺人動画のことは知ってますよね。ええ、当たり前じゃないですか。でも警察に聞いたら、あれは捏造動画である可能性が高いって。俺が聞く限りではまだ捏造された痕跡は見つかってません。でもしあの動画が本物だとするとですよ、江原は意図的に自分の殺人動画を流出させといて、それを見た捜査当局に捏造の可能性が高いとまで言わせてるんです。警察がそう言わざるを得ない状況を作り上げてた。そして彼がそこまでやった動機は4年前に起きた息子のいじめ自殺にあります。いや待ってください、それでは我が校にいじめがあったという前提になってしまいます。江原君へのいじめは裁判でもなかったと判断されてるんですから。実は沢先生は敏郎君が自殺する前、当時の担任教師にいじめがあると報告してたんです。え？なのにその後の裁判では証拠立てられず、いじめがなかったと証言させられてしまいました。それは江原にしてみればきっと許せない行為です。そんな状況があった上で三越芝は殺され、今沢先生は空き巣に入られたと言ったっきり連絡がつかない。何が言いたいんですか？それじゃまるで今度は彼女が狙われるみたいじゃないですか。俺は先生の様子を見ておきたいだけです。本当にただの空き巣だったんならそこで帰ります。理事長が沢先生の住所を教えてくれたとは誰にも漏らしません。もう仕方ない、わかりましたよ。
桑名、なんであんたがここに？入れ食いだ。やっぱり餌がいいと食いつきが違うな。始めるぞ阿久津。